しみです。出身ワンです。よろしくお願いします。わあ。アイオニットのビジュアル担当タクトです。よろしくお願いします。はい、アイオニットの顔が幼いメインダンサーひるきです。よろしくお願いします。はい、アイオニットの最年少 MC 担当のワイです。よろしくお願いします。せーの、わあ。はい、本日はですね、改めて梅田ドンキ前ストリートさんにお越しくださりありがとうございます。今日は初めてアイオニットのアイオニットを見た方もいらっしゃると思いますので、改めてチーム紹介の方をさせていただきます。アイオニットは去年の8月25日に大阪のナンバーハーツにある大阪にあるナンバーハーツというところで、デビューをさせていただきました。この前ね、1年経ったんですけれども
まあ、もう新人ではないですけど、まだまだウブなウブウブなアイドリットをね、ぜひぜひ初めて見た方はぜひ魅力にね、魅力を伝わっていただけたらいいなと思いますので、ぜひアイボニットって名前だけでも覚えて帰ってくださると嬉しいです。お願いします。はい、そしてですね、アイボニットは大阪の南堀にあるプラスインホールというところでよく単独公演をさせていただいております。単独公演ではですね、本日は少し短い時間で4曲しか披露をさせてもらえないんですけれども、いつも1時間まるまる単独公演させていただいておりますので、ぜひ初回無料なので遊びに来てくださると嬉しいです。お願いします。はい、ということでちょっと暑いからバタバタしたようさん、皆さん、あ、でもちょっと涼しくはなったかな。前より前はちょっとめっちゃ暑くて、どうやった今、今はちょっと今調子はバッチリバッチリバッチリ、うん、みんな暑くないかな、大丈夫、大丈夫か、暑かったら、あ、そうね、今回からちょっとね、なんか多分あんまり受けないからあれだけど、そうね、みんなもなんか疲れない程度に聞いてね、今日は楽しみましょう。はい、そしてまだ初めて見た方、チラシもね、今配っていただいておりますので、ぜひぜひチラシもゲットしていただければいいなと思います。そして今から僕たちのセカンドシングルのタイトル曲を披露させていただきます。タイトル曲は王さん、曲紹介お願いできますか。僕らのセカンドアルバムのアイスデビルという曲は、世の中の冷たい視線と部屋にも負けずに希望に向かっていこうという、とてもかっこいい曲なので、皆さんぜひ楽しんで聴いてください。よろしくお願いします。はい、ということで早速披露させていただきます。ぜひぜひアイボニットの魅力を皆様に伝わればいいなと思いますので、ぜひアイボニットって名前だけでも覚えて帰ってくださると嬉しいです。お願いします。はい、では早速2曲続けていきます。お願いします。